ちゃん、ポンちゃん、仕事中のカーソルが気になります。カーソルでかくなった。見てる。ロロロロロ、起きよ起きよ。気になりましたか。じゃれはしないのね。なんだろうって思ったのね。はい、遊んでくれ。あれ遊んで遊んで、素通り、二人で素通り。うんうんうん、来た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 。はいはいはい、ポンちゃん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 、うっとうしいですか。はい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 、見てないし、じゃんけん、ポンちゃんはお水ですか。ジャン君、暖かいね。今日はコロナ関連では、非常事態宣言だったっけ、なんとか宣言、これからかな。今はまだ午前中なのでお昼ぐらいになるのかな、というのが、出るんだろうということになっていますが、基本的には僕たちは生活変わりません。自粛要請だったのでずっと家にいますし幸いね、家で仕事をする方なので、まあ問題ないです。で、今朝のニュースでね、言っていたのは思いやりですねみたいなのを言ってました。これいいなと思ったのは、結局はね、街から出てはいけないとか、お店を、まあ夜のね、飲み屋さんとかは一部あるかもしれないんですが、強制力ないんだそうですね、閉じろっていう、ことね、というのの中では思いやり戦争だなと、コロナに対しての思いやり戦争をみんなでやろうよっていうことなんだなと思いました。どういうことかというと、スーパーなんかに、行くわけですよ。買い占めしないこと。それから、スーパーで働いている人たち、あの人たちは、医療関係の人たちよりは、少し下がるかもしれないけど、危険にさらされていることは確かですよね。ということでは、ご苦労様、大変だねっていう声掛けとかね、してあげたらどうかなと思います。そういう思いやりで、日本人は、今まで何度も、窮地を乗り越えてきましたんでね、日本人らしい戦い方、日本人の戦争はもう思いやり戦争だなと思います。ということで、なぜ戦争って言うかっていうと、戦争って言うとね、嫌がる風土がもう日本には定着してますが、国民とか、今は本当のことを言うと全世界の地球人が、コロナという、
なんかね、めんどくさいやつと戦っているという意味での戦争だと思っているんですよね。ちょっとめんどくさいことを、ジャン君に向かって言いましたが、思いやりで行こうぜ。おい、ジャン君、ポンちゃん、あれ乗るの、ポンちゃん乗るの、サロン、またプレゼントありがとう、チブラシコ。今日届きました、チブちゃんの袋、かわいいです。これがまたね、かわいくてつい取っといちゃうんだよね、はい、あ、なんかかわいいの出てきたよ、これはマオイさんバッチリのやつ、ね、中にもなんか入ってるんじゃないの、入ってるのかな、ちょっととりあえず出してみるね、はい、猫、猫、こういうのが手、指を汚れから守る AG、はあ、AG? AG? これでアップにすると読めるかな、あ、イオン、はい、はい、ポンちゃんチェック、ポンちゃんチェック、早くない、ポンちゃん、ポンちゃんまた乗ります、ポンちゃんチェック早いっすね、ポンちゃん、あ、またこれ、はい、ウイルス除去、はい、これ結構役に立ってんだよね、うん、ね、首から下げています、そうそう、お母さんもはだけてるよね、うん、あ、これかわいいやつ、袋、あっほー、こう前にね、もらっ、うん、ちょっと柄がおんとにゃんこなんだけど、うん、これに入って、ね、いただき物とかが入ってたりしたんだけど、ここにね、ちょうどね、あ、中が見える、そう、中に入れるとにゃんこがこう持ってるみたいにね、うん、見える袋で可愛いんだよね、ポンちゃん、ポンちゃん舐めない、ポンちゃんはね、なんかビニールが大好きなのね、うん、ポンちゃんはビニールを舐めます、あとなんかいちごさんが来たよ、はい、つぶつぶいちごミルク、いちご、まあ、飴かな、あ、またペロペロしています、ポンちゃんがペロペロしています、はい、ポンちゃんペロペロで、これ開けてみようか、ポンちゃんペロペロ、ポンちゃんはすぐペロペロします、あ、お、なんでしょう、あ、ライトだね、ライトだ、うん、あ、これこうやって取るとあのついつくやつだね、はいはい、もう取っていいのかな、いいんじゃないの、ほんとピッとって、お、あ、ごめんなさいそっち向いちゃった、ポンちゃんを照らしてみます。あくびしています。またまた、このコロナウイルスに立ち向かうためにありがとうございます。ね、あ、ブルーになった。あ、ブルーになった。あ、色変わるんだ。お、お、あ、うん、こっちが白で、こっちがブルーで、真ん中が消えるんだ。ふふふふ。はい、よかったね、これは夜道にとっても役立ちます、あとこれもまだ開けてない、ポンちゃん乗ってるの、ポンちゃんが乗ってるの、ポンちゃんちょうだい、ポンちゃん、はい、ちょっとそーっとそーっと、お手手だよ、え、お手手だよ、あ、ウェットティッシュだ、除菌のウェットティッシュ、う
なんかアヒルさんの顔になってるっぽいよ。なんか、なんかすごく気にしていただいて。これでコロナウイルスから身を守ります。はい、ありがとうございます。ポンちゃんだよ。ポンちゃん、ジャン君も寝ています。ジャン君もありがとうって言ってます。ありがとう。スーパームーン、普通の月に見えますが満月であることは確かです。新型コロナ、緊急事態宣言出ましたね。ということで今日からまた1ヶ月って言ったのか60日って2ヶ月って言ったのかちょっと分かりませんけれども、楽しい引きこもり生活しましょう。ジャン君ね、いつもと変わりなく可愛く生活しましょう。そしてその動画をアップして、見る人を癒しましょう。ビューン。はい、ポンちゃんもよろしくね。はい、ポンちゃん、ポンちゃんをなでなで好きになってきたね。